待て、最後も落ち着こう。頑張れプロビデンス。いや頑張ったらあかんて。いや頑張らな。あーなんか来てる。よし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 、助けてー。安っ、横出しがね、200円。そういう前行ってこいつ。マジで、おもんないマジで。俺が出せるのはほんまの。ないないない、マジでない。了解です。相方よりも嫌や、嫌じゃない。了解です。えぐいえぐいえぐい、バケモンしかおらん。あ、惜しいな。もうちょっとだったね。うん、タクモンさん、もうちょっとだった。ああちゃんと5連勝したらね、帰っていいから。あ、帰っていいから。5連勝したら新たもおごってあげるからって言うやつ。いや、嘘やろ。マジそれ10連や。10連したらマジで飯おごるけど。いやでも10連、僕今週強っ。このゲームやっててまだ2回しかしてないです。10連勝、はい、シャッフルは10連できたよ。こいつ M でいいですよね。いや S のまつ、絶対 S のまつ。まあ相手も事故ってるし、こいつ絶対違う。カナダのやつこいつ絶対違う。そうなんすか。だって名前とさ、今年の数的に多分頼むからな。わざわざ B タイのやつが乗れへんから乗ると思うよ。あ、全然食らってますよ。いやーこれまずい。待て、最後も落ち着こう。あ、ほらめっちゃ食らってますよ。タイミング下手すぎて痛い。ちょっと待って、これまさき、まさきか、まさマスクマン、うん、横角うまい。でも開く、待ってこれ、ちょっと待って、こう相方うまい、CS 縛れた相方。相方うまい、こいつクソうまいんやけど。相方あいつ HP 500ぐらいで確信倒れちゃった。いや、これはなぁ、クラークマンさんだけ応援してるよ。タクタクも頑張る。あ、優しい。あ、反逆の二重人格さんも応援してる。アーサーさんも優しい、頑張ってる。こいつらブロックしとこから。なんでめちゃくちゃ独裁じゃん。はい、乗れる格闘前、ダメですね。シューティングジャスティス珍しい、見たことない。あ、でもそうなの。これジャスティス、あの使ったときちゃんとね、 S 使ったし、M よりは S なんですよ。追撃がいまいち分かってなくて、カウンターした、今カウンターしてた。いや、成立しないから。中もちなみに金取りは横田君の他に普通に、これマジやけど横振るのは強い。このから、あの前回で一番横が強いから、優勝だ。了解です。それかビーム4でブルーカクは強い。射撃バリアがなくて発生が早い。ブームは何？まあ、確かに。危ねえ、危ねえ。あ、優しい、優しい。え、あ、そういうね。頑張れプロビデンス。いや、頑張ったらあかんて。いや、頑張らな。頑張れ相方、頑張れ。無理や、横サブ、横サブ強すぎてあがけへん。もうナイス、それはナイスやね。ちゃんとステップ踏んで狙い、もうバーナーしてる。おいしい、ナイスナイス。あー、お母さん、ぶっぱだ、あっぶねー。待て待て、やばい、勝ち筋これ、やばい、俺の勝ちだ。あー、待って、あー、やばい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 。見え、もう勝てる。勝っちゃった、勝っちゃった。マジで危ねえ。
いや、こんばんは、青葉お嬢さん。マジないんやけど。なんか買っちゃった。押しすぎるとか言った。押しすぎる。ちょっと。いや。頑張った。夜。また分かりました。もう無理。ドロブ無理。乗れへん。ハリさん、これほんまに相方に迷惑になるから、ハリさん、ちょっと見せてください。お前がそもそもガンダムしててもう迷惑やから。いや。無理、ほんまに。みんな、来たー。やばい。通信帰ってこい。あれ、止まれ。頭、タバコ吸った。携帯してた。SS や。このスモークってどれでしたっけ？知らん。下とかが。あ、特殊でした、特殊。全然そうだ、やばい。相方うまくね？相方うまい。あ、なんか来てる。しらし。助けてー。横出しがね、200兆円だ。安くない200人は出てる。ほんまや、また頑張って。おあいつらほんまに俺の配信見たらこのクソやって。あ、でもあれ情報されるやつやな。 OK、 寝よう。相方うまっ。ずるい、お前それは絶対許さない。感染上昇してる。やめてー。ちょ、ストーリーうまいってこいつ。マジで、おもんないマジで。俺が出せるのはほんまの。ないマジでない。ストーリーマジでうますぎる。ありえへん。ちょー、いや、対面ルートには申し訳ない。これ買ったわ。当たれー。やったー、勝てるぞ。バンチャル。あのし、当たれ。やったー。嬉しい。こんなに嬉しいことはない。マジで勝てた。まあ、じゃあ今から応援しましょうかな。応援しましょう、タカボンさんを。ここにマイク置きます。頑張れ。やっぱこのゲームね、長時間やったらね、イライラする。いや、それはないよ。いや、あれイライラする。カルシウム足りてない。牛乳買ってきたのか。 3時間がちょうどいい。3時間遊ぶんがちょうどいい。別に大パンするぐらいはいい。 しかも今回の筐体ってエクバ2からの筐体って作り方違うから、結構殴っても壊れへんようになってるから。そこから大芸の下はまずいな。下蹴るのはあかん。台は叩いていいけど、台叩いてもこれ壊れないんで。そういう風にできてるんで。まだ2時間です。やるよ。いいよ、ドクモン君。いいよ。ほい。お、いいよ。あ、よくないよ。腹立つ。ごめん、待って。やばっすよ。いいよ。相手うまっ。相方さんも死にそう。もう無理や。もう誰が俺とくん。でも絶対勝てねえ。無理。俺が弱いのに。そんな無理。そんな無理。勝てん。危ない。乗れへん機体乗るもんじゃないんだよ。乗れへん機体乗ってゲームしちゃダメっす。いや、家庭版と違うから。え、あなた前機体勝つ配信とかしてなかった。いや、あれはね、俺のパクリみたいなことしてませんでした。あれ僕が最初。嘘やん。もうゲーセンにやるのがやっぱ一番や。金かかってるから。無料のゲームでやることじゃない。金をかけたゲーム。了解です。相方よりも嫌や。やりたない。了解です。えぐい。バケモンしかおらん。バケモンやん。バケモンしかいい。あいつ戦いながら感謝感激。この人だった。さあ、前見ろ。そらそうや。さあ、前見やがれ。そらそうや。この人だったらとどめさすのはいいことや。愛知やしな、マナー悪い。そうやな、愛知やから。いや、愛知はマジそういうやつしかおらんから。ほんまに。でもあいつはさ、了解ですもん。俺さ、いつも俺がさ、了解ですもん押しながらさ、ゲームしてるのすごない。いや、ほんまに指長いんか、手3つあるかさ。いや、ちゃんととどめさせたん偉いな。俺も愛知は嫌いだ。まあ、ちゃんとやってる人もおるけど、明らかなんか変なやつ多いから。多いっすね。わかるやろ。どの階級帯でもなんか愛知やばいから。